茶道、それは日本のの大切な心の文化です加賀前田家の歴代当主は文化を大切にし茶の湯を広めることにも力を入れたため茶道は武士や町人の間にも根付いていきました茶道には多くの流派があり作法や道具に違いはありますが目指すところは変わりませんおもてなしの心お互いの心を通わせる 心の文化が今も石川に受け継がれていますみなさんこんにちは皆さんは茶道やお茶会と聞いてどんなイメージを持ちますかきちんとしたお作法をしっかりと守らないといけない気軽に参加するものではないといったことを思い浮かべた方も多いのではないでしょうかここ石川県では 茶道をたしなむ人の割合が全国一位ということもあり初めての方も参加できる茶会がたくさんあるので気軽に楽しむことができます今日は初めて茶会に参加するときにどうしたらいいか奈良総級先生に教えていただきます先生よろしくお願いいたします茶道といえば作法に目が行きがちなんですがまあまり堅苦しいことばかり考えずに あ、お茶を楽しむということで、まあ、一歩自分が前に踏み出して。この空間を体験するという気持ちが大切かと思いますね。それでは、まず、茶会に参加する時の服装について教えてください。やはり、着物を着ないといけないのでしょうか。茶席では、多くの人が着物を着てまいりますけれど。 気軽なお茶会ですとお洋服でも是非参加していただきたいと思いますその場合は事前に久々側にお洋服でもかいませんかということをお尋ねされてもよろしいかと思いますただその時は女性でしたら膝下ぐらいまでのスカートを履かれて男女問わず白い靴下をおわきになられたらよろしいかと思います。なお車席にに入らられる前に時計とかかアクセサリーそういういい金属類はやはりあの器はやり器使いますから ああ傷めるう原因にもなりますので、えー、しっかり事前に外されたらよろしいかと思います。持ち物はどのようなものが必要ですか。客に入られるときは、ああ、貝紙、えー、センス、そして用紙、まあ、この三つは必ずう持って入ることになります。えー、センスは例えば店主とのご挨拶、客同士のご挨拶などに使う場合もあります。そして、えー、用紙はその出されたお菓子をお切る。 ということになりますし開始はそのお菓子を台の上に乗せて、えー、そこから召し上がるということになりますのでその三つは必要かと存じますそれではお茶席でのこれだけは抑えておきたいポイントを教えていただけますかまず茶席に入られましたら扇子を持ってそのまま床の前に座ります そししててをを前において一例をい一たします。本日の掛物そしてお花を拝見して、まあ、場合によっては手前座の方に移動する場合もありますが、まあ、中を歩く時に気をつけることはヘりそして敷居を踏まないということそしてあまり足音を立てずに、まあ、ゆっくり歩くということが大事かと思いまます。席に着いたらお手前が始まります。 お菓子をどうぞこのようにお菓子が用意されていますので、えー、亭主の方からお菓子をどうぞということを促されますので、えー、お菓子を頂戴しますということでご挨拶その後に、えー、お隣の方にお先にというふうにご挨拶しますそしてお菓子を菓子鉢を今日は菓子鉢出てますので 菓子鉢を持って押しいただいてまあ、感謝をするということですねそれから返しを出して上から黒文字を取ってまあ、一つお菓子を返しのように載せますであの使いましたので返しの角で端先を少し清めてから戻しますで菓子鉢をお隣にお渡しして返しをそのまま受けて表示で少しずつ切りながら 召し上がっていただくということになります東の場合も亭主の方からお菓子をどうぞということで促されますのでその場合も同じようにお菓子と同じようにお隣にお先にということでお伝えしてそれから東木をそのまま押しいただく、まあ、感謝するということになりますから貝石をところから出してでこの場合は箸がついておりませんので 右手でお菓子を取ります。まあ右の向こうから左手前というふうに取りますで。その時にちょっと器に左手を少し添えられると、まあより丁寧かなというふうに思います。だから返しごと取り上げて、この場合は手で、も、まあ、し大きければ少し割って一口ずつ召し上がっていただければと思います。お一人一枚ずつの名名皿という場合もございます。 その場合も同じように返しを出して用字黒文字でお菓子を返しに移動してそして用字で返しごとお菓子を召し上がるということになります。 茶碗が出されましたらまずあの今日は上座の方はおられませんがあもしおられる場合は上座の方に茶碗をへり打ちに置いて、えー、おしょしますというふうにご挨拶しますそして左側の方自客の方ですね今日ですと自客の方のところに置いて、えー、お先に頂戴しますということでご挨拶しますそれから茶碗を今度正面に置いてお手前頂戴しますということをご提出に申し上げます。 それから茶碗を取り上げてまずです、ね、こうやって押しいただいて感謝してそれから正面を少し避けます、まあ、正面を受けるというのは謙虚な姿、まあ、もしくは自分が一歩減り下る下がる姿ですねで持ち替えしっかり持ち替えてゆっくり一口ずつお茶を召し上がりますでその時に恥ずかしがらずに音を一口ずつ立ててください でこの音を立てることによって亭主に私,私はおいしくお茶をいただいてますよという証にもなりますからで最後何口か召し上がった後に泡が残りますから吸い切ります飲み終わりましたら茶碗の飲み口を指で清めてそれをまた返しで指を拭って茶碗を正面よけてますので逆に正面を戻してそれからへり外に出します。 で、ヘリソットに出しましたら。一旦手をついて。まあ、これから茶碗を拝見するという意味で、手をついて、全体を眺めて。それから、肘をしっかり足につけて。茶碗を持って、全体を眺めます。まあ、この時は。茶碗の中。もしくは裏の広大。もそういうものも拝見する。まあ、流水を召喚するということに近いですね。それから、また。一旦茶碗を置いて。最後、もう一度。全体をまっすぐ。茶碗を見て。まあ、捉えると。目で捉えると。いうことになります。 新型コロナウイルス感染症の影響により茶会への参加が難しい場合家庭でも楽しむことはできないでしょうか大勢の方が集まることだけがお茶会だけではなくて例えばお家ですと独服一人自らお茶を立てて、えー、その季節を感じるということも一つですあとは家庭の中で、えー、お茶を普段稽古されている方がおられたら実際に手前をしてみんなで その季節の柿物をかけておい、えー、しいお菓子を頂戴してお茶を飲むということも一つです。あとは茶箱というのがありまして箱の中に季節の道具をしてられて野外にそれを持っていきますそして木々の下根でもそれを開けてお茶の手間をしながら自然を感じるといったまな方法がありますそれをそれぞれが見つけていくことかと思います。 いろんな楽しみ方があるんですねそしてそういった時もやはり相手を思いやる心が大切なんですね前後で品種互換という言葉がありますが、えー、定種と客、客同士それぞれが心を通わすということがあとても大事なような気がしますまず一歩お茶会に参加してまあ、気軽にというか参加することによって初めてその体験することがあ大事かと思います ぜひともこれからもお茶会に参加していただきたいと思います先生、どうもありがとうございました。